ザ・ファーストラウンド、注目していきましょう。ここで弾によるプレッシャーをかけていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー1、まずは体力をリード。若干の体力差はついたが、まだまだチャンスではコンボを作ってしっかりまとまったダメージを与えていきたい。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。一進一退の体力状況、相手の力量が見えてきたか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。時間だけがゆっくり過ぎていく。何が起きてもおかしくはない状況。ここは飛び道具で牽制。上は見えている。アリアナを先に通すのはどちらだ。攻めのドライブ KO。 プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。サンドブラスト受け止めながら、この隙は見逃さない。パニッシュカウンターからの反撃、相手をコントロールしてのパニッシュカウンター、お見事。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。プレイヤー1、これはどうなる。とどめはドライブインパクト。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ドライブしてきた。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー1、十分な余裕を持っての先ほどの勝利。強さの底が見えない。体力十分、ゲージもある。やりに行ける。ここは迎撃、ジェルロ防具。プレイヤー1、ここが勝負どころ。当たらない、大きな隙を刺すぞ。プレイヤー2、ドライブガードが使えない厳しい状態。ここ迎撃成功の形。プレイヤー1、我慢できっちり落として、しっかり打ち落とす。前ジャンプを仕掛けるか。さあそして、さあアブニマンチで読み勝手フィニッシュ。プレイヤー2、この激戦を制した。いや見応え十分、素晴らしい試合でした。